ばんは。こんばんは。ちょっと早いですけどね。こんばんはっていうことで、こんばんはをさせていただきました。シースルーと完全に牛かわいちゃう。あ、本当？似てる？ 確かに最近の吉川愛さんはこんな感じの前髪が多いですね。なんかシースルーのこの本当に目と眉の間みたいな 前髪が多い気がする。そんなことないかな。そう、今日は美容院に行ってきました。めっちゃ久しぶりに美容院に行きましたね。11月ぶりですね。もう2月終わりますけど ギリギリ2月終わる前に行けましたわ。だから1、12、3ヶ月ちょっとやね。3ヶ月ちょっとぶりぐらいに行きました。めっちゃ私にしてはすごいいいスパン、すごくいいスパンだと思います。私は本当に今まではもう1年に1回行ったらいい方やったからね。1年に1回すら行ってなかったからね。マジで真似しない方がいいけど。そうだったのが半年に1回ぐらいになって行けるようになった時はまあこれぐらいのスパンで、もうちょっとした時はもうちょっとは間隔空いちゃうんですけど、そう今日たまたま今日が仕込みの日なんで、稽古場、あ、稽古場じゃない、舞台の仕込み日だったんで、私たちは休みなんですけど、そう休みだったんですけどっていうことで、うわ休みだと思って、で3月まあレッスンとかいっぱい入ってくるわけじゃないですかってなったら次4月コンサートってなったら、次もう3月4月ワンチャンいけんかなと思って、一回行っとかな、やばいなと思う。なんか最近冬やんってなると乾燥がすごくて、めっちゃ髪の毛引っかかるわけ。だからちょっと一回は行っときたいなと思って、ちょっとねトリートメントしてもらいにね行ってきました。でもよかった。髪の毛はね切ってないんですよ。だから長いです、私結構今結構長いかもしれない。トリートメントだけしてもらったんですけど、伸ばしてるね今。めちゃくちゃ長いかも。いつもだいたい美容室行ったらこれぐらいまでに切ってもらうことがいつもすごい多いんですよ。これぐらい切ってもらってみたいな、大体いつも5センチぐらい切ってもらってるんですけど、今回はちょっと切らなかったです。なんか揃えるだけでも揃えればよかったかなとかちょっと思ったけど、まあまあまあいいや そう、ちょっと今伸ばし中、ちょっと長いんです。結構長いでしょ。なんかサラサラなロン毛ヘアにちょっといいなーって思ってて、でもねあんまりね長すぎると私似合わないんで、まあ伸びても多分今の長さぐらいが限界かなとは思ってます。これ以上伸ばすとね、私の場合すごいこう黒髪っていうのもあって重たく見えるし、ちょっとね何て言うんだろう、そうちょっと重たく若干老けて見えるんですよね。そう
だから、まあ、これぐらい伸ばしてこれぐらいやなって感じですかね。もうこれ以上は伸ばさないですけど、これより長く、ほんと昔みたいになんかほんとお尻ついちゃうよぐらい長い、あれはしないですね。あれは本当に長すぎて、なんか私生活にあの支障がすごすぎて、なんかいろんなところになんかめっちゃ引っかかっちゃうくて、そうそうそう、やばかった。美容室嫌いな行ちゃん、私美容室嫌いなんじゃないんですよ、めんどくさいだけで。全然美容室は好きですよ。そうそうそう、全くもって嫌いじゃないです、好きです、普通に好きです。だそんななんか頻繁に行くものかどうかが分かんなくてっていうだけなんですね。まあでも確かにめっちゃ行ってるメンバーは本当にめっちゃ行ってますけど、なんかあんまりそんなに行くほど困ってないので、髪の毛にあんま行かないっていうだけであって、そうそう、全然なんか嫌いとかじゃないです。長いとシャンプー大変、シャンプーも大変やし、リンスもいっぱい使うし、なんならドライヤーがめっちゃ時間かかるかも。すごい、ある程度めちゃくちゃタオルドライでこうやってもうキュ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 ってやってるんやけど、でもね、結局やっぱ時間はかかりますね。うん、そう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 、どうしてもね、そうなんですよ。そう、ちなみに髪の毛は染めてませんよ私。暗くしましたかって書いてあったけど、暗くしてません。暗くするどころか染めてません、そもそも。残念ながら。でもなんか今日ちょっと茶色く見えるのは私だけ？なんか今日のショールーム黒い服着てるからっていうのもあるかもわからんけど、いつもよりちょっと若干茶色めに自分には見えるんやけど、それはもう私のこのさ、私のこの見えるやつとさ、ちょっとファンの人が見てるやつだとさ、映像だとどうしてもやっぱ色味感違うやん、結構。だからなんかこう、私が見えてる色と皆さんが見えてる色って結構違う。服とかでもさ、なんかどう見ても何色やんって言ってるけど、画面越しだと何色に見えるみたいな感じで言われることすごい多いから、そういうのね、やっぱ若干茶色く見えますよね。なんでなんだろう、若干茶色に見えるよね。多分服がね、黒いのと多分光の反射的な問題で、多分もしかしたらそういうちょっと茶色っぽく見えるのかもしれないけど、染めてはない。一回染めたらね、もうなんか多分染めちゃうんやけど、それちょっと一回がこんから別になーって感じ。その染める一回ね、一回なんかでブリーチしちゃったらね、遊ぶけどね、髪の毛で。そう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 、なんか例えばなんだろう、役とかでなんか金髪の役ですってなった時に染めてくださいみたいなってなった時は、まあもう仕事やから染めるけど、そう染めるけど、でそしたらやっぱね、その数日間は色入れて遊ぶよ、もちろん何色かとか。だからそのね、実期間だけでさ、すぐ黒染めしたらさ、もう多分絶対にブリーチはせんから、明るい色にはせんから、もう一回ブリーチして金髪とかにしたら、その期間はもういろんな色を試すね。でもう飽きたら黒に染め直すみたいな感じになりそう。まあ黒っていうか茶色やな、茶色っていうか、うん、焦げ茶っぽい色、この感じの色、焦げ茶っぽいやん髪の毛。うちおめめカラコン入れてるのっていうぐらい大きいね。だって、嬉しい、ありがとう。ほんとそんなことないけどね、多分ね、
シンプルに目が開いてないんやと思う。金髪赤っぽいのも似合いそう。あ、赤っぽいのね、確かに似合うかもしれん。私一回キューティーハニーで金髪のズラかぶ、金髪オレンジ、金髪オレンジっぽいねズラかぶってるんですよ一回。そうそうそう、キューティーハニーっていう舞台のあのそうやつで 2.5 次元だったんでズラだったんですけど、あのズラって言わんな、カツラなんていうの、ウィッグか。ズラもカツラもなんか銀玉みたいやね、間違えましたわ。かぶってて、その時はオレンジっぽいね金髪っぽい色やったんですけど似合ってたよね普通に。なんか我ながらいい感じやった気がする。すごく私ね、なんかあのすごい黄色み肌だから、あの寒色より暖色の方が似合うんですよ、あの何にしても服にしても青系より赤系の方が似合うくて、今写真探してないけど全然出てこないけど、そうだからね結構あの色がその赤温かみのある色やったから、あのなんかいい感じやったね。あれで青とかやったらもしかしたらちょっと若干イメージがって感じ。キャプテン勝浦だ、銀玉ね、桂さん大好き、水志田さん。あれ全然出てこんないけど、なんか結構前か、どれぐらい遡ったら出てくるんやろうっていうぐらい遡ってるんやけどさ、うん、全然出てこん。2019年とかってっけ、あれそんな前だったっけな。あったー、ほらなんかオレンジっぽい黄色っぽい金髪っぽい色、何色って言ったらいいんだろうねこれ、なんか分かりやすいのないかな。ほらあのなんて言ったんやろ、金髪っぽい、ちょっと金髪より若干オレンジが強い感じの、なんて言ったらいいんですかね、あの色味してるんですけど、ほらそうだからこういう感じの方が似合うよねきっとね。うわ待って、うちこの時もめっちゃ髪の毛長いわ。あ、こんな長かったっけな。めっちゃ長い。なんかこれ多分あの初めての衣装ついてそのなんか試し稽古みたいな多分やった時のやつだと思うんですけど、これ衣装着てるからね。ほらめっちゃ髪の毛長い。だってこのハイウエストのスカートのところまで若干ウェーブかかっててこの長さやからな。ほらめっちゃ長いね。でもなんかこういうさおりそうやね、なんか人見て、なんかさこれ衣装のあの衣装の制服やねんけど、これに前髪上げてさなんかいい感じやね。これなんか漏れてるわこの私。なんか漏れてるね、こういう感じでおりそうやね、なんかねすごいてな感じでしたわ。重さは感じないよ私ん、重さはあんまり感じない。てか私結構ね すごい長いことの方が多いんですよね。
なんかなんて言うんだろう、あんまり短いっていうことが少なくて、結構これぐらいの長さの、今の長さぐらいの時が一番多くて、それかもうめちゃくちゃ長いとか、あんまりなんかよくたまにこれぐらい短く切ったりするんやけど、これぐらい短く切る方の方が少ないけん、なんかね慣れてるっていうか、なんかあんまり重いってことはないな、逆に軽いって思ったことの方があるかも。そうやってこうちょっと短く切った時に、なんかすごいみたいなって感じることの方が、どっちかって言ったら多いかもね。ドライヤーはほんと死ぬほど大変やけど。そうね、なんかでももうなんか長いのに慣れすぎてて、長いのがいいんですけどね。そう、長い方が似合う、自分がそう似合うなって自分が思うから、結構長いことの方が基本的に多い気がします。あんまりショートはちょっと、そう、ロングヘアが好きです。ショートヘアはちょっとボブとか一番似合わない、なんかねボブにするとね、もうこれね結構ねボブにしないんですかとかすっごいいっぱい言われるんですよ。なんか髪の毛の話したらずっと長いよねみたいな話、もう毎回なってて、もう多分毎回見てくれてる人は本当にもういいよって思うかもしれないですけど、なんかその絶対ねコメント欄でね、もう絶対ボブにしなよとか、なんか短く切らないのみたいなめっちゃ言われんねんけど、マジで似合わんのよボブ。そうボブめっちゃ似合わんのよ、本当に申し訳ないけど。ロングも似合うしベースも似合うよ。だってベース？ベースってなんだ？これどう？ショートヘア女子どう思いますか？え、かっちょいい。あし、ショートヘア女子好きよ。かっこいい。そう。あ、それこそショートヘア女子かっこいいって思い出したけど、なんかこの間その電車に乗っとったんよ。まあこの間電車ってかほぼ毎日電車乗ってんねんけど、その稽古帰りに、なんかあの電車に乗ってて、多分バレー部かなっぽい感じだった、雰囲気的に。バレー部の女子ってみんなショートやん、結構ショート女子多いよな。自分も中学生の時とか友達バレー部の子みんなショートやってんけど、めちゃくちゃ結構背の高い、やっぱバレーやってるからかな、背めっちゃ大きいあのショート女子ちゃんがおった。最初男の子かなと思った、その普通に学生服着た女の子と、ジャージの人がいて、私は女の子と男の子かなと思った。ちょうど目の前やってん、うちのなんかあの扉開くとこのさ、このここの部分あるやん、ここの部分で自分にそこの部分におったんよ。で相手もそっちの反対側のここの部分におって、でも普通にこうやって携帯見ててんけど、そしたら会話的に後輩ちゃんと先輩ちゃんっぽくて、そうでも最初男の子かなカップルかなと思ったんよ。そしたら全然なんか部活の後輩ちゃんっぽくて、女の人でめっちゃ顔綺麗だった。なんかねあの女の子にめっちゃモテる女の子って感じだった。背も高いしスラッとしてて、でなんだろう、まあ、髪もめっちゃ短かったしショートだったんですけど、そうなんか女の子のイケメンって感じ、わかるかな。そう
女の子からめっちゃチョコレートバレンタインとかもらってんねんやろうなみたいな、なんならその辺の男の子よりモテるんじゃねみたいな女の子だった。そうで、しかもめっちゃあのね、話してる内容的に多分後輩ちゃんだったから、なんか部活の話をしてたっぽくて、なんかマジで聞き耳立ててキモいなとかじゃなくて、普通に聞こえててんけど、普通に聞こえててあれやってんけど、なんかまた困ったことあったらなんか相談してねみたいな、全然練習付き合うよみたいな、そうなんかあったら言ってねみたいな、めっちゃ優しかってんな。おお、これがうわ絶対モテるなこの人って思った。そうでもちょっとそれしか聞こえんかったけど、うちもう降りちゃったというか、そうもうあの降りる駅やったから、そうめっちゃうわもうこれは絶対モテるわと思ってって思ったっていう。なんか背景急に変わったんだけど、怖っ。なんか背景急に変わった、なんかすごいラブリーになってる、かわいい、美味しそうパンケーキ。そうだから中身までかっこよかったんや、そのイケメンな女の子。そうなの、めっちゃなんかアドバイスとかもしてたし、なんかあったら全然いつでも連絡してみたいな、そう感じだった。すごいよね、やばくないマジで。ああめっちゃ女の子にモテる。あ、ミニゴミ入った。いでミニ、あ、どっか行った。なんかめっちゃ女の子にモテる女の子やなと思って、めっちゃ羨ましかった。まあ何しろかにしろマジモテ、女の子にも男の子にも、まあ、モテたことがないんで、マジでいいね、モテる。もう女の子でも男の子にとってモテるって素晴らしいなと思いましたね。あれはもうどっちにもモテるタイプだな。めっちゃ顔も綺麗だった。もうマスクしてたけどすごい綺麗な顔してた。で身長も高かったしね、多分170センチ以上あったわ。うちだってその時ブーツ履いてたん、これぐらいの。でも全然うちより高かったから。そう、今年のバレンタインもうち妹にしかもらってないからね。あーかわいそうそう、あ、それでめちゃくちゃいい話の続きとしたら、これもねめっちゃいい話で、すごいもう心がポカポカした話なんですけど、ほんと数日前にあの仕事帰りに、あ、違う仕事行きに、あの仕事から仕事場所に行こうとしててんな。で電車乗ってて、そしたらこうなんだ入ってきたん、男の子が、まだ多分小学生ぐらいの男の子、あんで、あの日本の子じゃない、多分どこの国かわからんけど、海外の子の男の子が電車にこうパーって普通に飛び乗ってきてんか、パーってな。それでこう車内の中におってん。そしたらなんか結構ね、その止まってる時間が長かったんや、その車両って。でパーって走ってきて、まあ、車両の中入って、で、まあ、車両ってさ、この1車両のこことここに窓が、あの出口があるとするやん。こっちから入ってきて、このぐらいこの辺におったんよ。そしたらパーってもう一人、その妹やと思うんやんか、パーって入ってきて、そしたらなんか多分お母さんとお父さんとかな、なんか多分親族みたいな何人かおって、あの清掃してたんよ。だから多分なんかそういう、まあ、結婚式とかなんかそういうのがあったんやろうな。なんかいろいろ何人かおってパーッとなんか入ってきて、そしたらお母さんがなんかダメよみたいな、なんかこれじゃないよみたいな感じでなんか止めてん。そう、そしたらなんかパーッと引き返して、そしたらその時に閉まっちゃったんよ。そしたら男の子が、え、僕はみたいな感じで、なんかまあ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 みたいな感じで泣き出しちゃった。僕を、え、僕みたいな感じで、うえーって泣いちゃって、そしたらなんかみんな、え、どうしたどうしたみたいになるやん。それで、え、みたいになって、なんか、あ、え、みたいななってたら、あの、男の人が、
だ大丈夫みたいな、なんかそこにいた何人か大人の人とかが、あ、えみたいな感じでちょっとこうおどおどしよって、そしたらその男の人がなんか大丈夫みたいな感じで、まあでも日本語通じんのよ、海外の子やから、なんかこうやって大丈夫って言ってこうやってポンポンって肩やってあげてて、で泣いてるんか、そしたらなんかママんとこ戻ろうねって言って、なんか大丈夫だよみたいな感じでずっと言ってて、そう、そしたらなんかおじさんとかもこうやって来て、なんか大丈夫みたいな感じでなんか言ってて、その近くにおった女の人、あ、なんか大丈夫っぽいですみたいな感じで言っててね、そのおじさんもあーみたいな感じで席戻ってって、でその戻ろうねって言ってた人、多分どっかに行く予定があったんやろうな、あのまあ電車なんかあんま良くないけど、こう発車しちゃって、それで電話をねかけて、あ、なんかすいませんみたいな、ちょっと10分ぐらい遅れるみたいな、そう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 、ちょっとごめんやけど10分ぐらいちょっと着くの遅れるわみたいな言って電話切って、で、ま、パーって開いて、その子を連れて多分戻ってんやけど、多分1個前の駅に戻ってんけど、めっちゃもうすごい、なんかこの私の話だと全然通じないと思うんですけど、めちゃくちゃその人も多分予定があって、多分誰かと待ち合わせしてたやんな、電話してたから、そうだけど、その男の子心配してその男の子連れて、多分その駅全然降りる駅じゃなかったんですよ、わざわざ多分降りて多分戻ったんやろね、一個前の駅に、そうだからめっちゃ優しくて、もうすっごい、うわ日本も捨てたもんちゃうなと思って、めちゃくちゃね優しかったね、そうそうそう、めっちゃいい人やなと思って、うわーと思ってね、すごいめちゃくちゃ、わ、いいなと思って、素敵やなと思いましたね、めちゃくちゃいい人やんね、超いい人すぎて、本当にマジで我ながら、なんかいい人やと思って、すごいいい人と思って、めっちゃいい話しちゃう、めっちゃいい話やな、しかもさ言葉通じへんしさ、英語喋ってんのは英語ちゃうかったから、そう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 、あと違う国やと思うねんけど、そうマジでいい話すぎ、めっちゃいい話やなと思って、これちょっといつかショールームでしようと思っててんけど忘れてたバタバタしすぎてて全然、でも2日前とかの話ですね、そうそうそう、めっちゃいい話やろ、そうやねん、そうやねん、なんかほっこりするやんな、ねえ、ねえ、髪の毛ネタと全然違うけど、なんでこうなったっけ、あ、ショートのショート髪の話からそうなったよね、そうそう、ショートにはね私はしないな、ちょっと似合わないんだよね、ショート。私はね、なんか髪の毛がくくれる長さが一番似合うんですよ。っていうのも、もう何回も説明してるんやけど、私って髪の毛を下ろしてるよりか、髪の毛をくくってる方が顔がシュッと見えるの。うん、伝わるかな？こう下ろしてこうやって隠してるよりかは。アップとかにしてくくったりとかしてやってる方が顔がこうすっきり見えるというか、シンプルに見える、うんっていうんですかね、そうので、なんかそのボブってなるとくくれないじゃないですか、髪の毛絶対的にこう下ろしてないとダメじゃないですか、そうだから私はボブとかショートとかにはしないんですよ、っていうかちょっとボブにした時がしたら逆に顔がえらくでかく見えるっていうか、なんて言ったんやろね、なんかお芋さんみたいな、
ちょっと芋っぽく見える、このなんて言うんやろうね、なんかちょっと重みを感じるんかな、もしかしたらこの髪の毛自体に。そう多分やけど、うん、そう、うん、なんかね、多分それかシンプルに、その私がちっちゃい時にボブだった時がシンプルに丸っこかったんっていうのもあるんですけど、そう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 、なんかね重たく見えるっていうか、逆に顔が大きく見える、膨張して見えるって言ったらいいかな、なんかあんまりねやらないです。でもなんか結構自分の骨格的にはボブとかの方がなんか似合うんだって難しいよね顔の形状的にはなんかボブとかそういう方が似合うらしいけど、うーん、ちょっと似合わないちょっと似合わない、なんか重たい、こっから消えなくなるからね、なんか重たい、座敷わらし感やったようか、マジで似合わんからな、こうやってどうやってやったらできるんだ、こうか、こうして、あ、こうしていいんじゃん、うん、できん、ちょっと待って、どうやってやったらいいんや、こうか、これぐらい、ボブ、あ、ちょっと待って、これで髪の毛を、あ、こう、ほら、多分ここにもっと膨らみがあったら違うけど、なんかキモい、うわー、きしょ、似合わねえ、マジでマジで似合わない、ほんとブサイクすぎて無理だわ、なんかもうちょっとここが膨らんでたらいいんかな、こう、こうか、あ、こういうこと、こういうこと、ここからパツンって切ったらこんな感じ、なんか似合わないんだよな、マジブサイキモい、ほら、なんか違うとか言うじゃん、だからしないんだよなんか違うとか言うじゃん、だからやらないんだよ、それ分かってるからやらないんだよ、私は長い方が可愛い、なんかね、なんだろう、なんか昭和に来てしまった感否めないよね、うん、若いうちにやっとかないと後悔しない、うん、まあどうせ年取ったら短くするやろって思ってる、だって年取ったらおばあちゃんとかみんな短いやん髪の毛、知らんけどな、ね、結構さ、やっぱりさ、おばあちゃんとか見るとさ、みんな短いない、結構か髪の毛ショートやない、ショートでちょっとパーマ当てたりとか、まあ、イケイケゴーゴーのおばあちゃんとかだね、髪の毛ちょっと染めてみちゃったりとかしちゃってるじゃん、だから結構やっぱり自分の実家の周りのおばあちゃんみんなショートなのよ、だからもうおばあちゃんになればショートにするのよ、だから別に若いうちにしとかんって大丈夫って、大丈夫、おばあちゃんだったら短くなるからおばあちゃんだったら短くなるから大丈夫、ショートは絶対やるやろね、おばあちゃんでめっちゃロングの人って逆に少ないから、そう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 、だからいいんですよ、逆に今長いのは今しかできないからそうそうそう、私は本当にロングが似合う、ショートはね、一回やったことあるんやけどね、うん、ちょっと似合わなかったんだよね、うん、本当に、だしロングの方が似合うってめっちゃ言われる、
の意見聞かないんだね。だって、え、だって結局やるの私やし、だって周りの人とかもさ見てさ、逆にメンバーとかでもさ人の意見聞いてる人の方が少ないでしょ自分が切りたいから髪の毛切ってるし、自分が伸ばしたいからみんな髪の毛伸ばしてるくない？そう、そうそう、結局自己プロデュースの世界やから、好きなようにしたらいいね。そうそうそう、でも私みんなの意見聞いてあげてると思ってるんやけどな、髪の毛黒いし逆にチャレンジしたい髪型は、あー、ウルフ、なんか私ウルフはやってみたいなと思うんやけど、でもね妹にも聞いたウルフどうって思うけど、ウルフはね微妙いって言われた。なんでかって言ったら、ウルフの多分ウルフって言ってもいろんなウルフの形があるんやんか、本当にがっつりがっつりの本当のもうこことの落差がすごいウルフだったりとか、結構こうナチュラルめなウルフってあるやん、こうなんていうんだろう、もっとだん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 っていう感じのウルフ、なんかウルフにもさ、そのいっぱいいろんな形、ウルフと言ってもこう何々ウルフとかいっぱいいろんなあるやん、インスタとか見ててもさウルフって調べたとしても いろんな形のウルフがあるじゃないですか。そう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 、ねえ、なんかウルフ可愛いなって、結構メンバーでもウルフカットしてるメンバーすごい多いじゃないですか、多いっていうか多かったじゃないですか。だからなんかウルフにしてみたいなっていうか、私昔本当に今は特に思わないんですけど、昔一時期姫カットしたいなとかって思ってた時期もあったんですよ。そう、なんか姫カット、あの TWICE のももさんいるじゃないですか、が結構姫カットしてた時あったじゃない、黒髪で、あのめっちゃ可愛いと思ってて、でその前になんか結構姫カットが自分的にすごいしたかったんですよ。なんかアニメキャラすごい好きで、なんかちょっとそんな感じしたいなっていう時があったりとかしてたんですけど、ね、やってないんですけど結局やってないんですけど、そうって思ってたりとかして、ちょっとさあの姫カットウルフとかもあるやん、ちょっとぽいやつとか、なんかウルフって言ってもちょっとほんと姫カット気味なウルフとかもあったりとかして、いいなって思ったの。ここもっとだん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 って感じでいいなって思って、ちょっとどうとかって妹とかにも聞いたりとかもしたんやけど、なんかネーネはあんまりこの辺にすごいいっぱい毛がない方が顔がちっちゃく見えるよって、なんか逆に顔をこうウルフってこういっぱい顔にめっちゃかかってるじゃないですか、で結構さ横から見てもこう幅が、ここの幅がすごい広いじゃないですか、だからなんかネーネはあんまりこうやって顔の周りを隠しすぎると、人によってね顔がちっちゃく見える人もいるじゃないですか、でもネーネの場合はどっちかっていうとあんま隠しすぎると逆に顔がちょっと大きく見えるというか、この隠れてる部分に本当はもっと顔があるんじゃないかなみたいな風にもしかしたら見えるかもしれないって言われて、まあ確かに自分でもそう思ってたんですよ。そう、なんか自分もそのなんかあんまり顔隠しすぎると逆に隠れてる部分的にもっと顔が大きいんじゃないかっていう風に見える、だからボブもそうなんですよ。ボブもその私がしないのはちょっと重たく見えるのと、ボブってこう膨らみがあるじゃん、で顔がここ隠れてるやんってなると、もっと本当は顔が大きいのに逆に顔を隠してちっちゃく見せてるのかなみたいなっていう風に見えちゃうタイプの私なんですよ。逆にスッキリさせてる方が顔がちょっとキュッて見えるから、それがあるから、なんかもしかしたら切ってその顔が逆に大きく見えるかもみたいな、で私が思ってたことを妹も言ってたから、
だからうわやっぱりそうなんかなと思ってやってない。しかもウルフってさ一回切ってしまったら伸びるまでにめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。ここの辺の段のこの段この辺まで入れちゃうとさこの辺が伸びるのめっちゃ時間かかるやん。だからそれでやってないそれでやってないねんけど、そうだからね、なんかさじゃあこういう風にパツンって全部切ってさうわ失敗したってなって似合わないなって言ってエクステとかめっちゃメンバー多いやん。結構短くなったなと思ったらさちょっと5センチぐらい急に伸びてたりとかさするじゃないですか。だから結構エクステつけてるメンバーとか多いんです。本当に5センチとかのためだけにエクステつけてるメンバーとかいるんですよ。でもウルフってここを切ってるやん、このためだけにエクステここだけつけるってちょっとなんかなって思うし、ここの分量増えるわけやんか。これはウルフにした場合エクステにもどうにもならんパターンやなと思って、一回切って失敗してさ、なんかその失敗した似合わない自分を見続けるのって苦痛やん。成功すればさえーかわいいとかなるやん。でもさ失敗した時よ、なんか私の悪い癖、結構私はどうしても成功したイメージより失敗したイメージの方をどうしても想像してしまう癖があるんですけど、元に戻るまでに時間かかるやん。その元に戻るまでになんか似合わないとか、なんか前の方が良かったとかっていうコメントを見続けて生活することに耐えられないなと思って、だから私はあんまりチャレンジをしないんです。髪型ずっとロングやし、結構メンバーによってはさ短く切ってエクステつけて短く切ってエクステつけてとかメンバー結構いるじゃないですか。でも自分はそれができなくて、もしかしたら髪を染めたらもっと可愛くなってもっとファンの人が増えるかもしれないし、けど染めないし。でもね私はね多分ねもうちょっと髪の毛明るく茶髪じゃなくてもうちょっと焦げ茶とかするともうちょっとねお姉さんに見えるんですよきっときっとねもうちょっとお姉さんに見えるはず、もうちょっと垢抜けて見えるんですけど、まあ、それをしないんですけど、私なんならもうちょっと染めたいなとか思うけど、あの毛先だけね染めたいなって。もう24になるからね、染められる時はさ染めておかないとさってなるじゃんね。若いうちに染めとかないととは思うんですよ確かに。そうだけどね、うん、まあ染めないよね。なんかあんまり冒険しないね、ほんと髪型に関しては冒険しない。なんでこうも冒険しないんですかねでももし自分がアイドルをこのタイミングで辞めるとするじゃん、まあ辞めないですけど、辞めないですけど、辞めないですね。もうこれ最初に言っとかないと、え、辞めちゃうのとかって言われちゃうから、もう辞めないですけど、もしも話をするとするならば、もしこのタイミングで辞めるとなれば、24で辞めるってなったら、もしかしたらウルフにもやるかもしれない。それまあ事務所がうんぬんかんぬん言うは別としてね、いや、ちょっと辞めてくださいって言われたらできないけど、なんかこう、もし関係なかった、何も関係なかったとしたら、もうウルフもちょっとやってみようかなって思うし、なんなら私髪の毛の毛先をね染めたいんですけど、なんか染めちゃおうかなって思います。はい、全然なんかアイドルじゃなかったら多分もうちょっといろいろやると思う。髪の毛もちょっと切ってみる。だって失敗したとて別に何か何もないからそう失敗したとて、あ、なんだよ、髪質悪くなるからだって。ここから染めんって、毛先や言うてるやん、毛先。私ずっと言ってるやん、ここからは染めないですよ基本的に。ここからは染めないです。だって私の髪の毛めっちゃ綺麗なサラサラやもん。だから染めないです。だってバサバサになりたくないから。だから毛先だけです、切ればいいだけにしたくて。ずっと染めるならインナーか毛先ってずっと言ってるんですけど、だったらなんか何バシャって切ればいいだけやし、だから
染めちゃうし、ウルフとかもしかして姫カットとかもやってたかもね。で似合わなければ似合わなきゃだし、まあ、別にそんなさ、なんかこのアイドルってことやってないし、常になんかこの見られるっていうか、なんか他人から評価されるというか、他人からこの似合う似合わない選別とか別にそういう目も気にしないから、そう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 、完全に自分やん一般の人とかって。そうだからやめてたらもしかしたら全然髪の毛とかウルフとかやってみたいなって思ったら、もしかしたらやっちゃってるかもねっていうね、毛先も染めちゃってるかもねっていう、そう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 っていうふうには思いますけどね。今はしがらみが多すぎてチャレンジ何もしてないですけど、まあでも毛先染めるぐらいはなんだろう、やりますけどね、いつかはやりたい。死ぬまでマジで染めないっていうのは本当にちょっと嫌。あ、死ぬまで染めないって言ったらファンの人がいつもコメントで、いや大丈夫、白髪染めしだすよそろそろ、あの年になればって言われるから、なんか初めて染めるのが白髪染めもちょっと嫌やなと思うから、それまでには毛先一回染めてみたい、毛先はどっかのタイミングで染めてみたいなっていうのはすごいありますけど、でも結構ね、そのやっぱなんか例えば舞台とかの役とかで黒とか、結構だってほら大西とかもさ、一時期めっちゃ髪の毛あのなんだオリーブ系の色とかにずっとしてたのに、もうずっと黒に戻ったじゃないですか。なんか多分お仕事の兼ね合いとか多分そういうのがあって、そう黒にずっとしてると思うんですけど、なんかねそういうのがあるからね、まあワンちゃんもしかしたらね、なんか毛先染めてすぐ切らなあかんことになるかもしれへんけどなんかいつかはね、やっぱ毛先かインナーかはやっぱ染めてみたいなっていうのは思います。そうやっぱりね、どうしてもねこう役的にね、そう役的にどう見ても毛先はちょっと変でしょっていうか、おかしいでしょみたいな、そうとかってね。そうでも結局ね戻るんですよ人って。あの大学生と一緒ですよ、私の周りの友達とかもそうだったけど、高校で、まあ、髪染めれなくて大学入って、よっしゃ髪自由やってみんなめっちゃ髪染めんねんけど、だいたい就活の3年4年になったらみんなだいたい黒とか暗めの色に戻る。戻る。そうだからそれと同じサイクルですよみんな。わーってなって染めんねんけど結局黒にみんな戻る。だってエイトのメンバーも一時期みんなめちゃくちゃ染めてたやん髪の毛、いろんな色に。だけど結局みんな黒っぽいというか茶色っぽい色にさ戻ってるくない？染めてる色みんなさ、で結局戻ってくるんですよどっちにしても。多分それはもう あの色を染めたからいいやっていうのと、まあもしかしたらこう旗からねファンの人とかに戻さないのとか言われて戻してるパターンもあると思うんですけど、多分いろんなパターンがねあると思うんですけど、結局みんな一周回ってあの落ち着いた色にさ、黒か焦げ茶とか、まあ言っても茶髪じゃんみんな。そう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 、いっぱい多分一回は人生経験として多分染めてからやっぱ染めるとさ、あのなんだろう、メンテナンスも大変だし、あのプリンになったら染め直しに行かないといけなくて、なんか結構それがねやっぱメンバーも大変だって言って、やっぱもう染め直しがあんまいらない色が一番いいみたいな言ってるんですけど、そう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 。だからねいつかはまあ染めますけど、私も染めますけど、つか染めてみたいですけど、うん、まあ別にね、あ私がねもしかしていつか知らんけど毛
毛先を染めたとて、毛先を染めたとて別にそれが反抗期だとかグレタとかあのって言わないでくださいね。なんか結構やっぱいろんなメンバーからそういう染めた時とかの聞いてるとやっぱそうやって言われるって言ってみんな言ってたから、別にそんなわけでもなくて自分がやりたくてやってるやけやのにめっちゃ言われるみたいなやっぱよく聞くから、まあ決してね染めたからどうこうってわけじゃないんでねそんな表面的に出る人って少ないと思うんですよね。ね、本当にもう大人だからねいい年こいてね、本当髪の毛染めたぐらいで言われたら叶いませんわな。まあいつかね、いつか、まあちょっといつかは分からんけど死ぬまでには髪の毛ね、うち一番ほんとあん時やればよかったとマジで後悔してる。自粛期間中にやっときゃよかった。私自粛期間中めっちゃ髪の毛長かったんですよ、今よりもっと長くて。でその自粛期間中 AKB の仕事が一切なかったじゃないですか。で一切なくて、でもうちも香川に帰ってたんですよね、あの時期香川に帰ってて、なんか染めよっかなって言ってんの、その毛先だけもう外に仕事がないし、なんだ、いや外の仕事がないし、まあもう実家帰ってるしね、そうそうないし何もないからやったとてって思っとって、まあ、やりたいなとかって思ってめっちゃ迷ってたんや。で毛先やから、まあ、でまた AKB の仕事が始まればめっちゃ長かったから、その毛先切っても全然長かった、多分切ってもこれぐらいの長さはあったんですよ。だから全然始まったら切ればええだけやわ、そしたらもう地毛に戻るだけやからさと思って、めっちゃ迷いよった。めちゃくちゃ迷いに迷いすぎて、結局はどうしようみたいな、もうなんか家族とかも全然やればいいやんみたいな感じで、それはさ私が高校生とかなんでも全然大人やったからさ、社会人やからさ全然一緒にやったらいいやんみたいな、外に仕事もないねんって言われててんけど、めっちゃ迷ってて、うーんってこと言ってて、そしたらさ染めようかなとかって思ったタイミングでね、しっかりとねあの仕事が入りまして東京に戻るわってなって、結局染めるタイミングをなくすっていう、もう本当に染めるタイミングをなくした、もうほんと最悪。あの時やっときゃよかった、別に外に出ること、外に出る、外にさ、その外仕事がなかったし、そうめっちゃ迷ってて、もう迷って迷ってすんごい長い期間迷ったのにさ、そのさ数日後にさ東京に戻ることになったわ染められへんわとかでガー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 やな。ゆいなさん、下をくんと同じ色にしてみたら、だって今下を何色だっけ、紫、まあ、紫可愛いよね、でも似合うかな、うち紫、あれは結構ブルベさんが似合う色ちゃう、うちがやったらなんかちょっと違う気するな。そう。でも髪の毛の毛先だけ染めるときはピンクがいい。ピンクか紫。ピンクか紫がいい。にしたいなーって思ってるよね。うん、お仕事に問題ないな、見てみたい。あ、ほんと？万が一アイドル辞めて染めた時は写真アップしてないなって。ああ、芸能界やってたらね。そうね。でも、なんか本当に毛先だけ染めるって、ぶっちゃけ、ほんと若い時しかできないんですよ。だからもう私ギリギリできないかも。ギリギリできないかもね。
ちょっと毛先だけ染めるって若くない？若いよね。24になるからね、毛先だけ染めるってね、ちょっとね、若干手遅れな気もするけどね。うん、いけるんかな、どうなんだろう。そう、毛先だけやな、もうこっからは染めへんな。こっから染めるのは本当に自分は今んとこしたいとは思わんな。もうこっから染める手入れが、もう私みたいにこんなその 3,4 ヶ月空いて美容院行ってるようじゃダメやからな。毎月行かなあかん。ここプリンになったら染めてとか、あとバッサバサになるから髪の毛、ちゃんと毎月トリートメント行ってとかやらないといけないから、ちょっと処理は厳しいなって感じ。そんなお金はない。うん、だって月1でそんなに払いんくなよ。そうそうそう、似合ってれば年齢関係ない。あ、確かにそれは思う。マジでそれは思う。だし、なんか芸能界だからね、なんかね、これっていうのないしね。なんか普通に一般企業に勤めてるんだったら、もしかしたらね、染めてるってあかんかもしれんけど、芸能界だからね、全然染めてるうんぬんかんぬんないからね。選抜に入った時紫いいと思うよ。選抜に入って紫はやばいやろ。なんかそれこそ元彼ですとか、ああいう感じにめっちゃ識別しないといけない時とかだったら、ワンチャン毛先染めて、なんだろう、人数識別させてとかはあるかもしれないけどね。久しぶりのリップグラスとかだとちょっと違うくない？そう、選抜ね、入った時ね、そんな未来は見えるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。そんな未来は来るのか知らんけど、そんな未来は来る、来てほしいなとは思うけど、さあ来るのかな。そんな未来が来るのが先か、私が辞めるのが先か。どっちですかねとか言って、わらわらわら。公演の衣装は似合わなくて悩むのに何をしてもいいのかね。そう思う、マジでそう思う、本当にそう思う。似合ってれば何でもいいんだよ、本当にマジで本当そう思うわ。髪の毛でさ、推し決めてるわけちゃうやろ。みんなも髪の毛の色でさ、わ、この子ピンクになったから推しやめようとかちゃうやろ。ピンクでも推しは可愛い、ピンクでも推しは可愛いし、てかそんな外面だけでみんな推し決めてるわけちゃうやん。その子の中身が好きとかさ、そういうので決めてくれてると私は思ってるけど、だから別に染めたとてなんかそれが変わるんだったら、なんかそれはそれまでだったんだよっていう多分ことだと思います。一般企業の人もみんな染めとるよ。え、染めてさすがに赤とかピンクじゃないやろ。染めたとしても茶色とかさ、黒い暗めの色とかさ。そうだよね。ランちゃんはしのぶさんにハイトーンにしたらって言われてしたみたいよ。だった、そうなんだ。なんかめっちゃ可愛いよねランちゃん、お人形さん。なんかさ、ランちゃんさ、めっちゃハイトーンにしてさ、すっごい人形さんみたいじゃない？めちゃくちゃ可愛くない？なんかさ、服装もラブリーやん、結構普段が。めっちゃお人形さん、お人形さん感強いよね。めちゃ似合ってると思う。ドンキも髪色自由なんやって。あ、そうなんや。そうなんや。似合ってるやんな、ランちゃんのハイトーンな。かわいいやんな。わかるわかる。かゆめ。まあ私のハイトーンが見たかったらみんなズラ送ってきてくれ。私さ、なんかさ、それこそ髪の毛の話した時もさ、ショールームで言ってん、なんか何色にしないのとか、何色してみてほしいみたいな言われた時さ、
あ、全然ズラ送ってきてくれたら被るよとかね。そう、なんか地毛染めんのはあれやで。そう、ズラ送ってきてくれん、ズラっちゃうな、ウィッグか。言い方古いよな、ゆりな。ズラなんて言わへんやんな。ウィッグか。あの、ウィッグをもう全然送ってくれたら、全然被りますけどね。見てみたいんだったら。そうそうそう。って言っとる、うちはよく。ショールームとかで。そうそう。キューティーハニーの時似合ってたよ。あ、似合ってたよ。私一回も自分で似合ってへんって言ってへん。キューティーハニーの時のズラは似合ってたねって自分でもよく言うてるやん。似合ってへんなんて言ったことないで、一回も。似合ってるやろっつって、なんなら珍しく似合ってるやろって言っとったやんね。じゃあ、あれはね、オレンジ系やったから似合っててんな。あ、でもあれも似合ってた。めっちゃギャルやったけど、あの、なんだ、ハイトーンのさ、あの、あれ、エクステつけてた時あったやんか。あの、ハロウィンの時のメイドの時したやん。あれはめちゃくちゃ似合ってましたね、というふうに好評でした。なんか親からもめっちゃ可愛いって言われた。ちょっとね、ギャルみ強いんですよ。カラコンもしてたからもかも。ほら、ツインテールしてるけど、マジでこれはすごい似合ってたってめっちゃ言われた。私、髪の毛黒いけん、なんていうの、あのシルバーのエクステ選んでつけたんですけど、そう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 、これはね、めちゃくちゃ、しかもカラコンもね、ちょっと結構カラコン C、 カラコン C、 カラコンをつけてて、ちょっとメイクも赤っぽい感じの、ちょっとそういう系の、普段よりかちょっと毛ばいっていうかな、ちょ、濃いっていうか、ちょっと系統の違うメイクもしててんけど、この服装といい髪型にあってね、のれめっちゃ好評だったのよ。これファンの人も可愛いって言ってくれた。ちなみに、下ろしたらこんなんやった。髪の毛前髪上げて下ろしたらこんなんやって。めっちゃギャルちゃう。カラコンもしてるからやと思うねんけど、やっぱね、カラコンで人は変わるね。めっちゃ雰囲気変わる。やっぱみんながカラコンをつける意味が分かるなと思った。でもこんなにカッコつけてるのに、着てるのこれヒートテック。面白いやろ。こんなにカッコつけてんのに、これトップスヒートテックやからな。やばない。やばいやろ。ちゃうねんちゃうねん。普通にな。じゃあ、メイド服着てて、着替えようと思って、まあ、メイド服脱いでん。で、髪の毛もほどいてん。そしたらなんか、あ、めっちゃいい感じやと思って、めっちゃいい感じやと思って、あ、これ写真に撮っとこうと思って、じゃ、記念に撮っとこうと思って、ピュピュって3枚ぐらい撮ってん。そしたらね、それでヒートテックやったんよ。ただそれだけの話なんですけど、そうそうそう。おもろいやろ。そうなんですよ、めっちゃ似合ってた。これはすごく好評だったですね。我ながら良かったです。そうだからね、あの、入れるのもね、いいよね。ここにね、毛、毛をね、ああいうのやっぱハロウィンとかそういう時にさ、やるの最高に楽しいよね。あの、いつも感なくていいよね。なんていうの、なんていうの、いつも感なくていいよね。特別感あっていいよねっていうのが言いたかったんやけど、ちょっと何言ってんのかわけわからん。ヒートテックをトップスで着こなすのはゆなさんだ。ギャンブさんが考えて。そうなん、マジかマジか。スパファムの夜さんに会えず。あー、なんかさ、夜さんの公式で髪の毛の作り方みたいなのあんねんな。でもちょっと長さ足りんわ、さすがに夜さんのには。なんかこうしてこうしてこうしてこうみたいな。
何でも着こな、何でも着こなせるっていうか、何でも似合う人になりたいですね。なんか何やっても似合う、何色にしても可愛い、何色にしても可愛いし、どんな髪型にしても似合うし、どんな服装しても似合うのって最強ですよね。それこそ元がいいからってなるから、そうなりたいですね。ね、てかもう1時間ぐらい経つかな。それぼちぼちぼち終了にしようかなって思ってるんだが、あ、ちょうど1時間ぐらい経ちました。じゃあちょっとそれぼちぼちぼち終了にします。明日ね私小屋入りなんですよ。明日やっと、明日ね小屋入りなんですけど、今日20日か、これは何、これ結局何時に入りになったんだろう。でも明日はね、いやできればね仕事帰ってくる、ちょ帰ってくるじゃないわ、仕事行く前にさ、仕事行く前にやりたいんだよね。何しろね終わるの遅いんだわ明日も。そう立候補だもんね。だからさ、立候補じゃない、立候補会だ、あ、間違えた間違えた、ねの方がさ次の日本番じゃん、でさ朝早いじゃん、さやりたいんだけど、まあいいや、ちょっと集合はちょっと聞くわ。なんかねあるんだけど、一応なんか変更するかもみたいな箇所、こう備考欄に書いてあったから、ちょっと分からないからさ、東京コミュニティライフリバーをぜひ遊びに来てください皆さん。これおすましゆりなちゃん、あ、でも22日は18時半からだ、遅いね、次が14時からで早いんだ。え、最終日12時からと16時半だって、しかも最終日2公演なんだ、大変だ。これ最寄りはどこなんだ、これは。京浜急行
新馬場駅。新馬場駅だってよ、みんな。新馬場から徒歩3分だって。近いじゃん。てか新馬場駅なんて初めて聞いた。馬場高田の馬場なら知ってるわ、駅。でも新馬場は知らんな。うわ、これ朝早い日きつい。めっちゃ早起きす。メイク時間とさ、髪セット、髪自分で作ってさ、メイクしてさ、12時の時とかマジめっちゃ朝早いやん。12時でしょ？新馬場やだ、景品だやだ。どういうこと？景品なんだ。新馬場知らない。高田の馬場だったら知ってる。あれ、高田の馬場なんていう駅あるよね。マジ？新馬場は遠いよ。京急本線で行けるんだって、みんな。あ、じゃあ絶対にあれだわ。基本明日さ、一応さ、そのさ、なんだ、結構とか止まらないのよ。どういうこと？どういうこと？え、走ったら走りっぱなしってこと？マジ？それやばいね。走ったら走りっぱなし？それやばいね。っていうか、あ、そっか。じゃあさ、明日さ、集合、まあこれのさ、通りだったとして、朝も無理だわ。ちょっと無理。無理ね。何時集合？いや、何時集合って感じやけど。え、でも逆に、あ、違う違う。逆だ、逆だ。え、逆に逆だ。え、何の逆だ？ ちょっと待って。逆に、え、急行行きの、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 間違えて乗ったら終わり？わ、最悪じゃん、そんなん。もう終わったわ。それで何の話してたっけ？あ、そう、ショールームね。どうしよう、明日さ。いや、でも絶対結構時間かかるんですよ、ああいう明日のさ、小屋入りのさ、確認のやつ。各駅だけ乗ってね。だってマジ急行乗ったら終わり。じゃあ来てるわって乗ったら終わりなんだ。やばいね、それは。それでさ、まあでも大丈夫、大体調べていってるから。それでさ、まあそうで、なんかさ、仕込み、一応さ、終わり時間とかがね、あれなの。でもね、予定でね、例えば、その体感時間決まってて、体感時間多分ギリギリまでね、あれだとするじゃんってなったら、それで帰ってきちゃう。そしたらね、ダメだ、めっちゃギリギリになるわ、じゃ配信時間。23時過ぎますわ。で、では、時間、予定の時間に終わってたとしても、23時過ぎますね。だからやっぱり、行く前にやった方がいいけど、もう行く前にやった方がいいけど、わかんない。ちょっとやらないかもしれない。 やらないかもしれない。わかんない。やんないかもしんないわ。やるかもしんないけ
どうだろう、分かんない。まあ明日の正式な時間次第ですね。いやマジで正式な時間はいつなんだろうね、ちょっと思うけど、まあいいか。まあ、どうせみんなに聞いたとて分からんしな、事務所の人に聞かないか。いい子、チケット使えないようだって。いやちょっとチケットはもしものために取っておかないと。チケットはちょっともしものために取っておかないと怖いじゃん。それでさ、チケットってさ毎日もらえるわけじゃないでしょ、あれだって何日間やったらもらえるでしょあれ。ってなったらさ、いやいっぱいあるけどさ、もちろん使ってないからめっちゃあるけど、もちろんチケットは多分数えてないし、なんか数え方知らんし、どこに数われてるんか知らんけど、いっぱいあるけど、知らんけど、いやちょっとさ分かんないじゃんそんなのね。いやまあそれはもうちょっとチケット買いたい気持ちは山のようにありますけど、でも10枚以上はあるよね、どう考えても。いやもしものためがねえって感じやねんな。どうしようかな、まあいいや、できればまあいっか、ちょっと明日の予定次第だ。よしランキング読もう。13位、ハレンチさん。12位、クモは駅中さん。12位、近いしーさん。10位、リュッケさん。9位、ニケオさん。8位、メトロポリスさん。7位、ツッチーさん。6位、アキヒコさん。5位、ナッティーさん。4位、ヨッピーさん。3位、モトちゃん。2位、アキくん。そして今日の第1位はヤングさんです。ヘアスタイルの変化は見たいね。やっぱりそう思う、嬉しい。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあまあちょっと明日はね、明日の感じを見て決めたいと思います。イエーイ。ではでは皆さん、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。